それではお時間となりましたので始めさせていただきます。本日司会を務めます公益社団法人東京青年会議所会員拡充委員会副委員長神田圭介です。どうぞよろしくお願いいたします。開会宣言並びに趣旨説明を会員拡充委員会委員長河野智章君お願いいたします。はい、会員拡充委員会の委員長させていただいております、河野と申します。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回の勉強会はですね、日本青年会議所第69代石田正文先輩をお招きし、戸口理事長が金子委員長、栃木委員長、4人での対談方式での勉強会となります。今回は JC とは、また JC の活用術について皆さんで熱く議論していただきますので、ぜひ多くを学んでいただき、今後の JC ライフに生かしていただければと思います。また本日参加していない方がいらっしゃったら、ぜひ本日学んだことをお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日よろしくお願いいたします。河野委員長、ありがとうございました。それでは続きまして、本日の登壇者をご紹介させていただきます。本日は公益社団法人日本青年会議所第69代会頭、石田正文先輩をお招きしております。石田先輩は2004年に浪江青年会議所に入会され、2012年には理事長を務められました。その後、日本青年会議所ではさまざまな役員を歴任され、2020年には日本青年会議所の会頭を務められました。また本日は、コメンテーターに公益社団法人、東京青年会議所第73代理事長戸口昌宏君、千代田区委員会委員長栃木航君、新宿区委員会委員長金子春菜君に、務めていただきます。なお、本日はより議論が活発になることを目的に、会場でのおしつらえとさせていただいております。参加の皆様におかれましては、2週間前からの検温、手指消毒の徹底と体調管理には細心の注意を払っていただき、感染予防対策には万全を期して運営をさせていただいております。はい、それではトークセッションを始める前に、まずはこちらの動画をご覧ください。原点、それは、宮前米先輩がおっしゃっていた新日本の再建は我々青年の仕事であるという言葉に尽きるというふうに思ってます。誰だってね、あれだけ焼け尽くされたらね、それから自分の工場もね、焼け野原になっちゃってさ、ああしたら、まあ私じゃなくたって自分の家族を、商売を、そして町を直すのは何かしなくちゃいけないと思うのは誰でも考えたんだよ。私じゃない、私だけじゃないですよ。明るい豊かな社会の実現っていうのは、我々青年会議所の一つの理念です。日本中の JC メンバーがその理念に向かって日々 JC 運動を展開しています。2020年にですね、我々東京青年会議所は中長期ビジョンというものを定めました。持続可能な幸福中心社会の実現というものです。これが向こう5年我々が目指すべき明るい豊かな社会だというふうに考えています。皆さん一人一人が世界を変えられるんだというところに気づいてほしい、そしてそれができる団体なんだということを皆さんに理解してほしいなというふうに思って、この You can create the world という言葉をスローガンとして掲げさせていただきました。未来を構想する、変わったのではない、変えたのだと誇れる未来へ。
ユーキャンクリエイターズアワード。青年が持つ熱と力ですね。JC の運動と呼ばれるものを市民に伝えていく。まさにダイバーシティには力を入れていきたいと。内部的そして対外的に対する新しい価値の創造。教育政策そして政治行政政策と、まあ、小学校に行って自分たちのこの地域の課題を考えて区長さんとかにそれを持っていくとか。オンラインだったりウェブを活用して効果を生んでいくっていう価値を創造したものを外に発信していく。メンバーを一人でも多く増やして巻き込んで変えられるのは一人一人の意識だと。私たちだけではなく皆様だけでもなく一緒に共同していくことが大切だと思います。 You can create the world。 JC の好きなところは仲間がたくさんできるところです。大変なことも多いんですけど授業をやってその後に仲間になる、まあ、大人になってからこんなに本気でぶつかることはないなというぐらい、まあ、時には喧嘩もしましたし、まあ、時には楽しくやりながら本気で取り組んでいけるのが JC の魅力かなと思います。自分の分野じゃない分野、大きい分野、知らない分野にチャレンジできるっていうのはすごく面白いなと思っていて、小学校5年生から中学3年生の子たちをスイスの国連の本部とかに連れて行って、あ、こういう授業を世界のメンバーと連携してやれたっていうことがすごく私の中で大きな体験になってます。 You can create the world。 調和の取れた総合的な戦略、国際社会とつながることです。東京 JC の組織改革です。日本人の成長と発展です。8分、私はできると思ってやることです。価値の転換で世界を変える、みんなで新しい生活を築き上げていくことです。未来へのチャレンジ、あなたは未来を作ることができる。あなたと描く、あなたと作る。メンバー一丸となって事業に取り組む、一緒になって取り組むことが仲間との出会いとかけがえのない経験だと思ってます。地域市民の方といろんなこう問題課題というのを間近で聞きながらそれをクリアしていくということが学びになるということを実感を得ています。自分一人一人の力では成し遂げられないことを仲間と一緒にやることによって2倍にも3倍にも成し遂げられる。これからの JC はさまざまな世代の皆様と共に作り上げていきたいと考えています。はい、それでは私、公益社団法人東京青年会議所第72代の理事長の職をお預かりしております徳地正弘と申します。本日はファシリテーターを私の方で務めさせていただきたいと思います。本日は青年会議所とは何かということを学ぶ機会にさせていただきたいなというふうに思っております。我々東京青年会議所では2023年に全国大会を主管するということが決定しております。この時にですね、やはり我々の青年会議所運動とは何なのか、そして活動とは何なのか、まあ、そもそも青年会議所とは何をする団体なのかということに今一度フォーカスする時期に入ったのかなというふうに思っております。本日は第69代会頭の石田先輩をお招きしております。日本の側から見た青年会議所、そして東京の側から見た青年会議所についていろいろお話を伺っていきたいなというふうに思っております。まず最初にですね、石田直前会頭が取り組まれたこと、昨年ですね、そして石田直前会頭の考える青年会議所とは何かということについてお話を聞きたいなというふうに思います。その前にですね、1点我々の方でスライドを用意しております。こちらですね、昨年組織改革会議の方で取ったアンケートになります。次お願いします。こちらが我々の東京青年会議所の会員数の数値になります。1989年ですね、1422年という一番多かった時期を経験し、そして2019年ではですね、688名と
ということで、我々の青年会議所はこのように推移をしております。次お願いします。そしてこの JC への入会動機というものがございます。なぜ JC に入会したのかという点につきましては、まあ、知人友人からの勧め、そして人脈作り、社会貢献がしたくて、ということがございます。またですね、入会後の印象が変わったかということに関しましては、前とですねポジティブに変わったということが非常に多かったのかなというふうに見られます。まあ、飲み会が多い団体だと思ったが、地域のために率先して行動している団体だったとかですね、ポジティブに変化していることもありますが、まあ、経営者の集まりなのに経済合理性に即した効率性を重視した団体かと思ったが、まあ、旧態以前の無駄の多い団体だったというふうにネガティブに変わった方もいらっしゃるということが分かりました。まあ、そのような中でこの青年会議所というのはどういう団体なのかということにつきまして、この石田直前会頭にお伺いをしたいというふうに思います。それでは石田直前会頭、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今日はお招きをいただきましてありがとうございます。私のスライドをちょっと出していただいてですね、昨年は新型コロナウイルスの影響もあって、まあ、2月の末ぐらいからですね、なかなかこう当初掲げた事業計画というのがですね進められない状況ではありました。でその中でもですね、いろいろ2020年の皆さんの、まあ、お力をお借りしながら、まあ、いろんなことをやってきたわけですけれども、まあ、一つはですね、まあ、根本的にそのコロナがある前と、そしてコロナが、蔓延した後と、まあ、そこまで変わらないと。で大きく変わった部分というのは、まあ、私がどういうふうに捉えてたかというとですね、一つはね、コロナが、出る前っていうのは、まあ、人手不足の状況であって、どうやって生産性を高めて、企業が生き残っていくのかっていう部分だったと思います。でコロナが出てですね、いろんな経済が今度止まり始めて失業者が増えるんじゃないかっていう、まあ、そういう社会変化が、起きるんじゃないかなというふうに思ってました。まあ、同時にですね、会員の中でもですね、皆さんのそのなりわいの中で、まあ、大きな、損害とか被害が起きている状況を鑑みて、まあ、これは経済政策についてしっかりと、まあ、改善できるところは改善をしていかなければならないなということで、まあ、JCCS を使ってですね、皆さんの今の現状についてアンケートをいただいて、提言をさせていただきました。まあ、先ほど見ていただいたその三輪善兵衛先輩の、映像の中にも、まあ、家族と、商売とそして町を何とかしようっていう、まあ、設立当時のですねその思いというものをしっかりと汲み取って、で今のこのコロナの状況の中でも日本青年会議所として何をすべきなのかっていうのは、みんなで議論を進めました。でその中で一番最初にこう提言をさせてもらった内容っていうのが、これ3月の27日です。でほとんどなりわいを持っている方々が会員の構成でありますので、その会員の皆さんがしっかりとなりわいを維持継続しながら JC をやっていただくために、まあ、経済政策としてはこう資金繰りの支援であったりとか雇用調整助成金の簡素化と助成率の拡大とか、まあ、企業に関する後押し支援、これを国に対して訴えてまいりました。その中でもまた個人支援、個人生活支援ですよね、子育て世代の生活支援金の給付、まあ、これもですね、子どもがいる世帯というのが学校に行けなくてですね、まあ、その家計負担というのが大きくなる、まあ、そういうのも含めて、まあ、生活レベルでの支援策を検討してほしい。では3つ目にですね、収束後の、まあ、経済対策としてですね、まあまあ、いろんな視点があるとは思いますけれども、まあ、財政出動を踏まえた、形であったりですね、まあ、この状況の中でもそこまで影響のない、なんですかね、会社であったりとか商売の方々がその影響が出ている人たちをこう助けるためのものであったりとか、また海外に頼ってきた部分で国内 の, その
サプライチェーンに関してその特定の国に頼らないその流通経済安全保障の実現に対する提言であったり、まあ、こういったことをですね、まあ、JC として、まあ、JC としてといいますか、全国に広がるその何て言うんでしょうね、こう経済人ネットワークの声としてですね、届ける必要があるんじゃないかなというふうに思って、2020年の皆さんの声をもとにですね届けてまいりました。で2回目に、届けたのがですね5月の27日です。まあ、この2ヶ月間、まあ、状況が少し変わってですね、緊急事態宣言も入ってですね、まあほとんど、まあ出た時よりもですね非常にこう苦しい状況にですね、いろんな業界の方々っていうのが、まあ、今もですけれども苦しめられたんじゃないかなというふうに思っています。でそこでその緊急提言のそのクリックをですね見ていただくと、この1回目の何でしょう、こうアンケートを取った時にですね、おおよそそうですね1000件ぐらいの回答しかなかったんですけど、その2回目に取った時はですね、約5000件ぐらい声が集まりました。まあ、その5000件の声っていうのは本当に悲痛の声だったんじゃないかなというふうに思ってまして、もう今年1年はこの全国、まあ、地方を含めて皆さんの声を届けていくのがこの日本青年会議所としての一つの使命なんじゃないかなというふうに思いますし、会員のなりわい、また生活をですね守っていくっていうのがこの JC の存続に大きく関わってくるものじゃないかなというふうに思っておりました。で次のスライドお願いします。そしてもう一つはですね、まあ、こうして今日のこの勉強会ですかね、勉強会もこうオンラインになってですね、非常にこう昔と、まあ、昔といってもですね、まあ、ちょっと前なんですけれども、なかなか集まれない状況の中で、で今までやってきたことを形に変えるっていうのは非常に難しいことだなというふうに思ってたんですが、まあなんとかそのブロック大会とか地区大会とか、まあ、地域のお祭りだったりとか、文化を守るためだったりとか、まあ、そういうことを考えるとですね、やはりそういった活動とか社会活動だったりとか、また経済活動も含めてなんとか再開させるべきなんじゃないかなと。でも再開させるって言ってもですね、なかなかそのコロナが、ね、あるとですね、命か経済かの議論になってしまう。そうじゃなくて、その経済とその命を守るためのガイドラインを作成して、で、一つ一つ再開をしていくことっていうのは非常に大切なんじゃないかなということもあってですね、まあ、当時は戸口理事長にも担当だったんで非常にご足労をおかけしたんですけれども、まあ、ガイドラインを作成してですね、これは経産省と内閣府と、まあ、両方協議をしながらですね、開催のガイドラインを作成をさせていただきました。これ内閣官房のですね、ホームページに実際載っておりますので、もし知らない方はですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。これは青年会議所のため、青年会議所の、まあ、ためだけじゃなくてですね、いろんなことにも使えるガイドラインとなってますし、これがその何かこう始める一つのきっかけになればいいなというふうに思っています。で、このスマートライフのためにっていうところをこうクリックしていただくとですね、この上のタグのですね、そこの業種別、ガイドラインっていうピンクのところを押すとですね、こうずっとこう下の方に行くとですね、まあ、いろんなこう業界協会がですね、何かこう再開しようってするためのガイドラインを作ったんですね。ガイドラインがあるとですね、まあ、非常にやりやすいというのがまあ正直なところだと思います。これずっと下に行くとですね、JC が作ったその業種別ガイドラインっていうのが出ております。この下ですね、もうちょっと下、そこに国交省とですね、経済産業省とお祭りイベントとか、あとはそのカンファレンス開催ガイドラインを作成させていただいております。まあ、こういうものを作ることによって、だから感染が悪じゃなくて、感染が出たらどういうふうな対応をして一つ一つこう再開をしていくのか、またこのガイドラインをどうやってこう緩和していくのか、そうするとですね、できないって思ってたことができるようになるということがですね、出てくるというふうに私は思いますので、まあ0か100かじゃなくてですね、その間を取ってちょっとずつ前に
戻っていくということは非常に大切なことだなというふうに思っております。だこれがあればですね、まあ、これがあったおかげです。去年はあのサマーコンファレンスはあの開催はできませんでしたけども、世界会議はなんとかこのガイドラインに沿ってですね、まあ、開催ができたんじゃないかなというふうに思います。でまたパワーポイントの資料にですね戻っていただいていいですかね。でなぜそこにこう力を注いだかというとですね、こう東京青年会議所の設立宣言文に多分 JC がやるべきことがこう明確に私は記載されているんじゃないかなというふうに思って、この次のスライドです。すいません。まあ、あの赤字にあのしているので、あ、この次のスライドです。こう新日本の再建は我々青年ですよ。で、まあ、この苦難を打開していくために取るべき道は国内経済の充実と国際経済との密接な提携、まあ、再建をするための手法が国内経済の充実と国際経済との密接な提携で、まあ、青年の熱持つ熱と力を持って産業経済の実践を極め常に認識を新たにしてその責務の達成を期したいということはですね、まあ、私たちの団体っていうですね、社会活動ももちろんやってますけれども基本的には経済団体であるということをですね、あのしっかりと認識をした中で運動を作っていくべきなんじゃないかなというふうに思っています。だ去年はですね非常にこうあの近年もそうですけども、まあ、経済あの振っていくっていうことにあのやっぱりこうシフトチェンジしてきたのかなというふうに思っています、まあ、自分のお金と自分のね、あの時間をかけて青年会議所をやると、それがあの社会のためっていうのはもちろん大事ではありますけども、その先に経済がどう活性化していくのかっていう戦略を立てていく責任っていうのはあるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃないと本当にあの時間とお金 の無駄遣いになってしまう。だから JC を通じて社会を良くして経済を良くしていくっていうことをですね、うん、考えていただいて今までやってきた事業とか運動を見直すきっかけにしていただきたいなというふうに私は思っています。で次のスライドですね。で去年 SDGs にまた力を入れさせていただきました。まあ、2020年当初ですね大企業 97% 96% 中小企業 15%、まあ、これ認知度なんですね。で次お願いします。で JC だからではなく企業として SDGs を推進することが重要である。だから JC で SDGs っていうものをですね、こう、なんていうんですかね、取り入れてもらおうと。で、SDGs を推進する企業は今は優遇される時代です。でも、これからは多分 SDGs を推進しない企業は生き残れない時代が来るんじゃないかなというふうに私は思っています。だからそういう面ではですね、JC でこの SDGs に触れて学んで、そして会社で実践をすることっていうのは非常に大切なことであるなというふうに思っています。で、これクリックするとですね、私の地元の金融機関の情報なんですけども、これはですね、また面白いんですね。で、SDGs を、すいません、これじゃない。SDGs を推進する企業はですね、特別優遇金利だったりですね、金利が 0.2% 引き下げられるとか、ね、最長20年の融資期間と、まあ、SDGs に関するその何て言うんでしょう、取り入れてる企業は今はまだ優遇される時代のうちにですね、まあ、企業をするためにもですね、こういった知識をしっかり身につけていただく機会を作るっていうのは青年会社にとって大きな役割なんじゃないかなというふうに私は思ってます。だからまあ SDGs JC だからやるじゃなくてですね、これから起業家としてですね、SDGs にはしっかりとコミットしていただきたいなというふうに思っています。で、私が考える JC って実は3つあってですね、最後のスライドちょっとお願いしたいんですけども、その次ですね、すいません。家族とかその身近な方々、会社の社員もそうですけれども、まあ、そういった方々の人生を豊かにする。ために、出してもらっていいですか。
社会課題の解決に貢献する企業と、起業家を育成する機関であるというふうに思っています。で、2つ目に、せっかくこう全国全世界にですね、広まっている団体なので、異業種の集合体としていろんな価値観を学んでですね、国家の公正な経済的発展に貢献する運動を起こす機関であるというふうに思っています。3つ目ですね、世界とのネットワークによって平和と安定を築き上げる国際的組織である。だから全てが私は機会であってですね、それをこう受けて、自分なりにこう考えてやっていくっていうことは非常に大切だし、その好きとか嫌いとかっていう判断じゃなくて、必要か必要じゃないかとか、その先に、経済がどう動くのか、それが自分たちの生活にどう関わってくるのかっていうことを考えて、青年会議所の人たちは運動を作っていってほしいなというふうに思います。少し駆け橋になって、昨年もっともっと本当は紹介したい活動実績っていうのはあるんですけども、今日はこれぐらいにさせていただければなというふうに思っています。これは本当に皆さんの生活とか、なりわいとかですね、皆さんの その町とかですね、そういったものを守るために、この青年会所をどうやって活用していくのかっていうのをですね、皆さんで議論していただきたいなというふうに思っています。はい、石田先輩ありがとうございました。今のお話を聞かせていただくと、我々東京青年会議所の設立主義書も引用していただきましたけれども、その中でやはり、経済団体である、そして、経済的発展を目指す団体であるというふうにおっしゃられていましたが、我々、多分入ったほとんどのメンバーがですね、入った当初から公益社団法人であったということがあります。その中で経済発展っていうのが多分ピンとこないんじゃないかなというふうに思うんですが、具体的に、今までやられてきた運動だったりで、こういったことをした、経済発展を目指してきたんだという例とかありましたら、ぜひお聞かせ願えればなと思うんですが。そうですね、その一般社団法人、公益社団法人どちらがいいですかっていうなんか質問された方がさっきアンケートの中にあったと思うんですけど、昔は社団法人一本だったんですよね。で、その昔の社団法人の時代っていうのはですね、自分たちが公益だと思うことに自分たちのお金で事業や運動を作ってきたわけです。でも法人制度改革が起きた時に、その公益の考え方っていうのが国が指定する公益になってしまったのも、一つの原因なのかなというふうに思っています。だから自分たちはこの事業運動がこう国のためとか町のためになるんだと思って、自分たちの手弁当でやってきたことが公益だと信じてた。でも、内閣府の公益法人制度改革によって、公益とはこういう事業ですよとか、公益でその公益事業費として認められるのは、こういう23の項目でしたっけね、それに当てはまるものじゃないといけませんよ。公益 その考え方っていうのを、色付けされてしまったっていうのがですね、非常に私は今検証すべきところなんじゃないかなというふうに思っています。昔はですね、やっぱりその何かこう運動の先にですね、経済的な成長発展というものを見据えた中で戦略を立ててですね、いろんな手法で試してきたわけですよね。それが今では縛られた公益の中での事業運動しかできなくなってしまう。ここはみんなでやっぱ考えるべきなんじゃないかなというのは一つありますね。だから、当時ですね、公益か一般かっていうよりもですね、JC 特別の法人格を作ってもいいんじゃないかなというふうに私は正直にその時は思ってましたけれども、でもなかなか法整備もあったり難しいことなんだけれども、でも今からでも十分私は変えられるんじゃないかなというふうに思って。はい、ありがとうございます。公益か一般社団法人かというのは、多分これからかなり重要な議論になってくるんだろうなというふうに思いますけれども、今日ですね、東京青年会議所の地区委員会から2名委員長に来ていただいております。この地区委員長というのはですね、やはり一番この最前線で我々の運動を実践していただいているという役職だというふうに思っておりまして、それでですね、そこでちょうど2人に来ていただいているので、栃木委員長の方からですね、
今の議論も含めてですね、どういう思いで、今考えると自分はどのように青年会議所を、失礼しました、自分が思う青年会議所とはどういうものなのかというのを考えて行動しているのかというのをお聞かせ願えればなと思います。はい、機会の提供ありがとうございますということで、本当にでも僕がこの青年会議所に思う全てが今の言葉なのかなと思って、本当になんか先ほども石田先輩がおっしゃられたように、もうこれがなかったら会えなかったとか、非日常とか、今日の会もそうですけども、青年会議所のおかげで出会えるこの機会っていうものが与えられてるっていうのがすごい一つの感謝として、それに何か僕も一つ他の人にも与えられるようにっていうのを考えています。それと同時に、いつも他の団体とかに喋るときは、僕らお金払ってやってるんですよっていう話をしていて、でお金払ってるんですけど、なんでこんな一緒に自分の日中外出てきてこんなことやってんですかね、謎の団体なんですよねって言いながら、今その謎を解いていること信じてるという状態で、ちょっとフランクに回答させていただきました。はい、ありがとうございます。続きまして金子委員長は、青年会議所、今年、ほぼ半年か、経っていると思いますが、やっていくうちに青年会議所というのはどういうものかというのはなんとなく見えてきてました。そうですね、今委員長、地区委員長をさせていただいていて、私が考えるその青年会議所とはっていうのが2つの側面があるというふうに思っています。で、1つ目がやっぱり地域とのつながりっていうところで、その地域を作る1つの構成員であるというふうな感覚がすごくあります。本当に地域を一緒に作っていく、その一つの構成員として青年会議所があるというふうな意味を持っているというふうに感じています。というのもやっぱりいろんなその地域の方々と一緒に何かを作っていたりとか、その新宿区なんですけれども、新宿区のことを話し合うとか、そこにやっぱり地域の一つとして青年会議所があるというふうなところにすごく意味があるというふうに思っています。でもう一つの側面が、やはり組織論としてのその意味合いがすごく私として面白いと思っているところなんですけれども、これ青年会議所は最強のマネジメント集団であるというふうなところをすごく思います。議案書があって、で一つに対してやっぱり会議所としてそのプランニングをして、でいろいろ作っていて実行して、さらにそれを検証して、それをやっぱり一つの会議所の中でみんなでやっていくっていうところで、その組織としてのマネジメントっていうところもそうですけど、いろんな物事を考えるにあたってのマネジメントを行うような集団であると、そういうふうな観点で捉えています。はい、ありがとうございます。今ちょうどマネジメントという部分が出たと思います。我々、全てほとんどのメンバーですね、全部自腹でお金を使い、そして時間も使いというふうにやっているという状況なんですが、ちょっとスライドを出していただけますか。見えますでしょうか。これがですね、実は今メンバー数ということになっております。これ2020年11月のメンバー数ですが、男性613名に対して女性は123名というような形になっております。で次お願いします。そしてこちらがですね、メンバーの社業の役職についてです。代表取締役が 36% というふうに続く中で、会社員が実は 22% もいらっしゃるということが今の東京青年会議所の現状です。でその中でですね、今まで元来やってきたようにですね、全て手弁当で、また全て自分の時間を使ってっていうのがなかなか難しい状況になってきているのかなというふうにも思っております。で次お願いします。そしてですね、これ満足度っていうのもこの組織改革の中で聞いています。何も感じないという人もいらっしゃるんですが、とても満足している、そして満足はしているというのがほとんどなのかなっていうふうな思います。でそしてですね、次の質問に行きますと、JC を通じて社会をより良くさせられているかという問いに対してはですね、約 78% の人ができているというふうに回答しております。そして次にですね、社業をより良く発展させられているかという問題に関しましては 67% と、前回先ほどより少し下がってはいますが、約7割近い人ができているというふうに回答しております。そして次に、
JC を通して家族を幸せにできているかという質問に対してはですね、これ全く完全逆転しまして 63% がいいえということになっております。で次で、このまたですね、 JC に対する家族の印象というものもですね、まあ、まさかの内緒にしているって、どう内緒にしているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、印象はいいというのが 28% で、いいえが 21% で、まあ、どちらとも言えないというのが 49% という結果になりました。まあ、肯定的に捉えていらっしゃるのが 30% 程度という結果が我々のこの組織改革の、まあ、アンケート結果で分かってきたことです。はい、で今見ていただいて、次がですね、この今見ていただいた中でですね、すべてに誇れる組織にするということで、誇りを持っていますかということに対して 81% がはいというふうに答えています。ということはですね、組織に対して誇りを持っている、そして社会をよりよくできている、またごめんなさい、社業もよりよくできている、ただ家族はよりよくできていないというのがこの結果から分かったのかなというふうに思います。で、まあ、今後の意識についてですが、まあ、そのようなことが分かった中でですね、まあ、JC でもっと活躍したいかということについては、まあ、60% 近くはいというふうに答えています。まあ、それでその上で何が必要かということで、まあ、特別な経験、まあ、先ほど栃木委員長からもあった、まあ、機会の提供の部分にあると思いますが、また仕事につながるだったり社会貢献というのが上位3位に来ているのかなというふうに思いますが、まあ、そしてその障害というものが仕事、お金、そしてまた3位に家族が来ているということになっています。まあ、このような結果が組織改革会議のアンケートから分かってきたことなんですが、いいですよ、はい、分かってきたことなんですが、先ほど金子委員長からもあったようにマネージメント団体だということが ありましたけれども、まあ、家族や、まあ、会社や社会に対してはよくできているが、家族に対してはできていないというような中で、まあ、石田先輩が思うこの原因について何かあると思いますか？この原因はね、何でも JC のせいにしちゃうところにあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だから月に例会が何回あって、じゃあ所属する委員会が、ね、何回あって、で、まあ、理事をやれば理事会とかね、常任理事会、政府とかね、会議があって、で、じゃあ 1ヶ月30日あるうちの、じゃあ JC で何日取られるんですかっていう、うん、でもそれ以外もうみんななんかこうJC でって言った方が楽な時があるんじゃないかなっていうか、それを使っちゃうんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですよね。だからまあそれをちゃんとこう差し引くとですね、まあ、JC って本来であれば多分月に1週間ないんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんです。でも、まあ、あれだけこう家族の方が、ね、ご理解いただけないっていうのは何かしらそういう原因があるんじゃないかなというふうに思います。で、もっとね、家族を巻き込んだり、会社の人たちにその JC のことを話したり、その JC でやる事業に会社の人たちをも巻き込んでね、すれば私はその理解って得られるんじゃないかなというふうに思ってます。だから私15年にさっきあのオープニングの映像でもあったんですが、少年少女国連大使のあの事業を担当する委員長をさせてもらったんですけど、その時家族も一緒に行きました。でその時に家族が見て、その事業をね実際見て、あ、こんないいことやってるんだっていうことを理解してもらったし、そこで子どもたちが学んでた、当時は MDGs だったんですけど、それをずっと、そのうちの娘当時まだ4歳5歳だったんですけど、それを今でも実践してやってくれてる。で社員もそうですけど、私はこう若い社員が入ったんですよ、 JC に入れて一緒にその社会活動は参加させるようにしてるし、で JC のそのかかる費用もある程度は見てあげて、ある程度は自分の範囲でやれるところまでやったらいいっていう。だからそういうふうにしてもっともっとその
社員もそうですし、その家族もそうですけど、自分の活動している姿を見せることってすごい大事だと思うし、でそれをその見せられないような事業や運動だったら私はやめるべきだと思う、だからもっとその家族の今抱えている課題っていうもの何なのかって聞いてみて、で私はそれにそれを解決するための事業とか運動をやってもいいんじゃないかなという。まあ、簡単な例を私はね、そのすごくこうあのメンバーの家族に実はこう感謝されたことがあったのは、その地震がその東日本大震災で起きて、で避難先にこうみんなこう散り散りになるんですよね。そうするとその3月4月ぐらいにその避難先で自分の子供がその保育園とか幼稚園にこう入れないっていう、でこれをどうしたらいいのっていう話をその、まあ、メンバー その家族から聞いたわけですよね。でその時にふと思いついたのはですね、こう JC を使って何とかできないかってことだったんですよね。だからそういうその身近なところ、自分たちが見えてる課題と家族が見えてる社会課題っていうのはまた別なところにあるかもしれない。でもそれを何とかこう解決をしてあげることをその JC でやるということをしたら、多分家族からも理解ができると思う。だから実は去年のサマコン、これはみんなの会社の社員の皆さんと一緒に参加をしてもらって、企業の生産性を高めるいろんなツールを持って帰ってもらって、会社からの信頼を得るために、まあ、そんなサマコンがあっても面白いんじゃないかと思って企画しようと思ったんですね。でもなかなかその緊急事態宣言もあって形としてはできなかったんで、たらればサマコンみたいな感じですけども、まあ、そういうところに去年は挑戦してみたかったなっていうのは正直あります。だからまあ家族のため、会社のためのその青年会場だから、家族がよ、まあ、幸せになって、自分の親とか兄弟とか身の回りの人たちも幸せになって、で自分の会社もどん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 成長することが、それが多分地域の活力、その地域の活力っていうのがどの地域でも、ね、活性化することがこの国の成長発展なんじゃないかっていうふうに私は定義づけていろいろやってきたので、そういう面ではもっと身近なところに、もっと他人よりももっと大切な人たちで困ってることたくさんある、それを解決するための JC をやってもいいんじゃないのか、ありがとうございます。まあまあ、その通りですよね。まあ、地域のために地域課題を解決するっていう、我々がですね、地域に住んでいるの、家族も住んでいるわけですし、自分の会社ももちろんその地域にあるわけですよね。まあ、その中でその一つの家族という部分が欠落してしまうというなれば、やっぱりまあその地域のためになっていないというふうにやっぱり言えるのかなというふうに私も考えています。まあ、そのような中で、まあ今年栃木庁も地区事業というものが、19日土曜日に開催されると思いますが、まあ宣伝も踏まえてもいいんですけども、まあその家族について、まあそのどのように今年1年やってきたのかなっていうこともお聞かせください。はい、まあ、宣伝じゃないんですけど、まあ今週19日、まあ、メディア情報リテラシーっていうことで、サブタイトルとしてやっぱ見方考え方と主体的な対話っていうことを目指してるんです。それっていうのは先ほどおっしゃられた家族の視点と僕ら JC が今目指している、まあ僕らというか私が目指している見てる世界が違うっていうことが、まあ、メディアを通してみんな見てる世界が違うんだよっていうことを訴えて、その視点をちょっとこうアウフヘイブですか、もうちょっとこう上の方から客観的に見ると、なんかそれが実は整合していくっていうような高邁な授業をやるんですけどまあそれ今おっしゃられた、確かに僕も家族っていう、まあ家族としても一つにしちゃっていて、 JC とか社業っていうのはそれ以外だったので、家族にその話ってほとんど別に隠してるとか嘘をついてるとかじゃなくてあえてしてなかったんですけど、最近院長になって、まあいろんなところに呼ばれすぎるので子供を連れていくようにしたんですよ。そしたら割となんか妻も理解を示すというか、ああこういうことやってんだ、やっぱ伝えてった方がいいんだなっていうのを最近気づいた半年にということになって、やっぱ伝えていく、そして目線をこう合わせていくというか、そういうのが本当に大事なんだろうなというようなことを思っております。
はい、ありがとうございます。まあ、このやっぱり伝えていくというのがやはりこの家族の理解を得る、そして、家族を幸せにするためにも必要なことなのかなというふうにも思っておりますが、まあ、ただですね、JC、まあ、よく今までですね、朝まで飲むとか、どんちゃん騒ぎをしてるとか、まあ、そういうふうなことがよく言われてしまうような団体ではあるというふうに思うんですが、でも例えば石田直前は、石田先輩は、もう社員さんを、まあ、メンバーに入れると、そんなことできないですよね。まあ、そうですね、だから私は、だからその JC で、まあ、飲んでた時期もありますよ、朝まで飲んだこともありますけど、まあ、そんなにお酒は強い方でもないので、まあ、適度な時間で帰りますけど、まあ、各種大会ね、京都会議、サマコン、全国大会、街を見るとですね、まあ、こう羽が生えてる人がたくさんいるわけででも あれって、まあ、僕は強制的にもうずっとこう本会にこう所属するようになってから、そういうのができない、まあ、羽目を外すことができなくなったんで、まあ、冷静にこう見てるとですね、まあ、こう振り返った時に、じゃあ社員と一緒にそれができるかとか、家族が、一緒に来ててそれができるかっていうと、まあ、普通はしないですよね、うん、しないってことはですね、そういうところを見せられない、そういうことはやっぱ見せてはいけない JC であるべきなのかなと私は思いますし、だからまあそういうところを見せないためにも、その自分の社員も入れてですね、うん、で社会課題についてはお互いの考えを、その会社の上下じゃなくて、その青年会議所の同じ仲間としてね、俺はこう思うけど、ね、あなたはどう思うのっていう会話ももちろんするし、でもそれがもしね、その解決した時に、じゃあ経済にどう影響するの、うん、どういうふうにこう変化していくんだろうっていうのは、まあ、そこまで結構議論して、うん、JC と関わってきました、うん、JC と関わるとか JC とか家族とか、まあね、その社員も含めて、ね、そうすることでその地域におけるこれからの成長ってどういうふうにこうどっちの方向に行ったらいいんだろうとか、うん、そういうことまで全然こう会話ができるようになるんで、まあ、そういう意味ではもっともっとそのなんかこう入会者のハードルを上げるんじゃなくて、その本当に一緒に世の中をこうちょっとでも良くしたいって思う人がいるんだったら、そういう人たちがこうなんていうの、JC に参画できるようなその新しい環境を整えていくっていうのは、私はこの会員が減ってる時代に必要なほどなんじゃないかなというふうに思ってます。だからなんかこう、まあ、年収制限とか今ないでしょうけども、年齢がこう制限されたりとか、業種だったりとか、でもそういうのをもう一回こう見つめ直して、世の中をより良くしたいんだ、で街を豊かにしたいんだ、で自分も成長したいんだっていう人たちがこうもっとねこう気軽に入れるような組織とか環境とか、そういうものにやっぱ変化していく必要はあるんじゃないかな、うん、はい、ありがとうございます。まあ、まあ、本当にそのも何も言えないなっていう形なんですが、私も最初 JC 入った頃はですね、本当に何も JC が何なのかもよく分かってなかったので、本当に僕も飲み歩いてた時代はあったのが間違いないなというふうに思うんですが、まあ、その中でもですね、まあ、どこでポジティブチェンジしたのかちょっと記憶はないんですけれども、まあ、サマコンだったり、それこそ京都会議だったり、うん、フォーラム聞くと面白いんですよね。で自分の中で、ああなるほどと、あじゃあこういうことがあるなら、あこうしていけたらいいんじゃないのかなみたいな、そういう気づきを得られる場なのに、まあ、他のメンバーを見てると、やはりそういったせっかくの機会をなんか棒に振るってしまっているのかなというのはすごい感じてますし、本当にそこは残念だなというふうにも感じてます。で、やはり、まあ、行けば得られるのに、なんでそこに一歩が向かないのかなというのが、なんか僕なりの中で、どう、まあ、メンバーを巻き込めってよく言われると思うんですけど、うん、それどう巻き込んでいいのかなというのが、いまだにちょっと解が持てなくてですね、まあ、とにかくとりあえずまず一緒に行こうよというような誘い方はいくらでもできると思うんですけれども、そのなんていうのかな、ワクワク感というか、ね、どういうふうに伝えられるのかな、うん、でどういうふうな巻き込み方をされてきたのかなっていうふうな、やっぱりその今興味を持ってる何なのかっていうマーケティングをした上で、で事業を作り始めた方が俺はいいなって思ってたんで、うん、だから自分たちはこれをやりたいからみんな来てくれって言っても興味のない人は来ないんで、でもみんなをその作る段階から巻き込んでいくと、あこのこ、ね、
あなたからこういうこと言われたんで、僕はこういうことをやってみようと思ってるんだっていう話をしたときに、あ、ちょっと興味持ってくれるんじゃないかなって思うんで、だからその自分がやらなきゃいけないことよりも社会が求めてることの方が実はこうみんなが引っ張られやすいんじゃないかなというふうに思うんで、だから常にその新しい認識を持って新しいことにやっぱ挑戦していくっていう、だミーハーになった方がいいんじゃないのっていう、もっと世の中はだから今まではっていうことに多分すごいとらわれすぎるっていうのはこの団体なんですよ、今まではじゃなくて今はこれじゃないっていうのをやれる組織だから面白いんじゃないのっていう、だから単年度なんでしょっていう、だからそれが、まあ良くても悪くてもリーダーも変わるし、また次の年に新しいことにチャレンジできるから、みんな1年だけよしやってみようっていう気になるんじゃないかなというふうに私は思うんで、組織のこうなんていうんだろう、こう性質をこう理解した中でどん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 過去にとらわれず、俺ん時はこれをやるんだみたいなことがあっても全然いいと、またそれがね、失敗したら次の年また戻せるし、まあそれを進化させることもできるし、まあその、まあ、ちょうど今単年度制っていう言葉が出てきましたけれども、まあ、本当に社会を変えるっていうことを考えるんだったら、僕はもう今年1年もやらせて理事長させていただいた中でですね、時間は本当足りないなっていうのが、正直なところでした。まあ、正直もう一回やらせてくれればもっとうまくできるぞというふうにも考えているんですが、なぜこの青年会議所というか単年度制を敷いているというふうに、まあ、チャレンジとかいう部分もあると思いますが、どういうふうに考えられていますか。やっぱスピーディーに物事をやっぱやっていく訓練だと私は思うんです。だから1年経ってできんことは2年3年やってもできないことはできないんだよね。でもその限られた時間だから、こうなんかこう全力投球ができるわけじゃないですか、ってことはその1年間の中だから、その1年間っていうスタートと終わりが決められてるんで、じゃあここをどうするのかってことなんですよね。準備をどうするのか、でもちゃんとゴールを描いて、でも自分でやった方が早いんだけど、みんなでやんなきゃいけないんですよ。理事長がやれば早いのかもしれない、でも副理事長として委員長がいて、まあ、間に常任がいるのかな、だからこれをみんなでクリアしなきゃいけないんで、だから石と、だからもうここでもう一つの組織運営をしていかなきゃいけないんですよね、みんなでクリアしなきゃいけないです、だからより明確なゴールを持つことがすごい大事だと、俺はこれをやってこうするんだ、その間はそのいろんなこう手法があるんだよね、それはみんなにこう任せる、みんなのこうスタートとゴールの中で間はプロセスはみんなに任せる、それはすごいこの JC の中では大切なことなんじゃないかなと思うし、必ず1年で終わるんだから、その間に何ができる、どこまでできるかっていうよりは、こうゴールまで走り切るためにはどうしたらいいのかっていうのはみんなでやっぱ考えてやってる、そうした、チームビルディングも大事だし、初めの戦略も大事だから、意思統一がされてなかったら全然みんな違うとこ行っちゃう、それはだって日本人士だって一緒で、委員会はここをこういうふうに、まあ、ここにゴールを置いたんだけど全然違う方行っちゃったとかね、やっぱあるわけなんで、金子委員長どうですか今。それはそうですね、あの新宿区委員会って東京青年会議所の中でも、まあ、一番人数が多い委員会で、今あの65人所属しているんですね。そういうやっぱり65人がいる中でいっぱい人がいて、それをこうさっきおっしゃったように こっちいろんなところに行っちゃうと、まあ意味がなくて、やっぱ明確なゴールを持ってそこにすごくみんなが一斉になっていくっていうところに対して、やっぱりそこにはやっぱり強い意志といいますか思いっていうのが必要になってくるというふうに思うんですけれども、そこもやっぱりそのこうみんなで思いを作っていくというか、そこをどうやってこう巻き込んで、あのみんながこう最後達成したっていうふうに言えるのかっていうところについては、もう日々あの、まあ、委員長という立場でもやっぱりそれは常にこう振り返って考えたり、でもゴールは何だっていうふうに考えたり、でもそこをこうどうこうなんていうんですか、クリアしていくのかっていうところは、あのまさに委員長としての悩みではあるんですね、率直に申し上げると。
なのでこうやっぱりみんながこう一つの方向に行くっていうところをこうどうやっていくのかっていうのはこう理想で語るとやっぱりすごく一番あの大事なところだっていう話にはなるとは思うんですけれども、現実的なところで行った時に、まあ、日々の悩みになっていて、うん、そこのこうギャップをこう日々どういうふうに過ごしていったらいいのかっていうところについてちょっとアドバイスいただけると嬉しいです。うん、ただそのゴールっていうか達成のその基準を決めることだと思うんですよ。だからさっき言ったように社会をより良くするっていう言葉は結構簡単な言葉で、うん、じゃあその社会をより良くするっていうのはどういう状態になるのかってことなんですね。例えば法律を変えるのか、あるいは条例を作るきっかけをこう運動として残したのか、あるいはその既得権益を解体をしたのか、あるいは規制を緩和したのか。だからその課題の達成変化ってどういう状態をその変化とするのか、だから差別をなくすのか、こう格差をなくすのか。だからその最終この授業をやってどんな結果を望むのかっていうことをみんなで共有すると、もっともっとこう違った方向に進んでいくと思う、うん、だから社会を変える団体だ、うん、じゃあ何を変えたんだってことをこう明確に言えるゴールをしっかり持つことなんじゃないかなと思います。だからうちのロムなんかは30人なんですけど、常磐高速道路をいわきと仙台をつなぐんだっていう運動をずっとやってるんです。でこれはもう完全にこの道路に予算がついて、その高速道路がつながることで自分たちの地域にどれだけの経済効果があるのかっていうのを試算して国交省とか行政と組んでやるわけですよね。だからさっき言ったように自分たちの運動が地域経済にどういうふうにこう関わってるのかっていうことはすごい大切なことだし、それを今はつながった道路を片側1車線の2車線化を4車線化にする運動をしてる。そうするとその東京仙台間、まあ、東京から東北の間の冬場の交通量が格段にこう自分たちの地域に道路が、まあ、車が走るわけですよね。そうすると物流の拠点であったりとか観光産業拠点っていうのはだいぶ変化をする。だからその変化が自分たちにとってより良い変化だっていう一つの理想をもとに運動をやってる。そうすることによってその何て言うんだろう、 JC をやってるっていうことに自信と誇りがしっかり持てるっていうのと説明がつく周りの人たち、だそれが会員の拡大にもなると、あるいは会社とかその家族からの理解にもつながるわけで、だから JC を通じてふるさとにこう仕事を作る、だからみんなの生活のなんかこう母体になるような仕事をやっぱ作っていくってことが私はこの組織の運動の先にあるものだと思ってるので、だから自分たちの地域の課題は一体何のか、それを解決するために何をしてどんな状態まで持っていくのかっていうのにやっぱ この組織を使ってほしいんですよね。全国的なネットワーク、国際的組織として、ね、うん、でこれはやっぱ先輩方が築き上げてきたその JC に対する信用とか信頼っていうのがだからあるんですよ。でも JC ができた時はそれがじゃあそこまで社会から信頼や信用を持ってる団体なのかっていうのをやっぱ考えた時にやっぱ先輩たちがなんでこの組織を作ったのか、そして先輩たちがどんな努力をしてきたのかっていうのを私たちはやっぱ知ってやっぱ今の変化にやっぱ対応していかなきゃいけない、うん、だからまあそういう意味ではね、こうあのまあ、日本の青年会議所の70周年記念誌とかその60周年記念誌ってその設立当時からの本があるんですよ。明日への黎明ってやつ、それはまあ多分論文に置いてあると思って、それをこう見ていただくと昔こんなことやってたんだっていうのがすごい分かりやすいんで、ね、ぜひなんか時間がある人はですね、こうなんかその本をです、ね、読んでほしいなと思います。私も初心を書く前それ読みました、うんうん、そうですね、まあ、明日への黎明だったりバイブル・オブ・ JC だったり、まあ、いろんな書籍がある中 で私もですね理事長が決まったともそこもかなり読み込んできたんですけれども、まあ、自分がなんか、まあ、思っていた JC とは全然違うことを去年あ
昔はしていたんだなっていうのがすごい、その時すごい感じました。本当に経済団体だと誇れるような運動が非常に多かったなというふうに思います。まあ、その時過去はですね、まあ内閣、公益社団法人になる前は日本青年会議所のパートナーは経済産業省だったと。経産省とか国交省だよね。これがいつの間にか内閣府になったでしょ。内閣府になっちゃったんですね。だからボランティアっていうか社会活動団体と一緒の位置づけだから NPO 扱いみたいな感じになってしまったんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。JC のいいところは何のしがらみもなくね、こうあるべきなんじゃないのってこう言えるのが JC のいいところなんだよね。だからいろんな法律、いろんなものに対してやっぱこうなんじゃないのってこう若者の意見として言えるっていうのはなかなかないだね。まあ、会社では言えないけど JC だったら言えるなみたいなね。それは何もやっぱりさ、そのしがらみがない証拠だよ。そうですね、だからまあ運動のやり方だったりあり方っていうのも、まあ、かなり変わってきたのかなというふうに我々も考えております。まあ、70年以上経つ我々の組織の中でですね、でもその中でやはり今年の初心でも述べさせていただいたんですが、原点を守らなければ守る必要があると。でただ変えるっていうとですね、本当に簡単なことなんだなというふうに思うんですよ。まあ過去あったものを全部捨てれて新しいことを思いつく限りやればいいのかなっていうふうに思うんですが、ただそれだとやはり原点を忘れてしまうっていうことになるというふうに思うんですが、まあ少し先ほどから少しずつ出てきてはいると思うんですけれども、その原点っていうのはどこにあるというふうに思われますか？原点はね、やっぱりそのまあ私はこう三輪善兵衛先輩の先ほど皆さんに見ていただいた映像の中に、ね、やっぱ家族を幸せにして会社を成長させて町を元気にする。これがやっぱり青年会議所の原点なんじゃないのかな。ってことはやっぱりその身近な人たちのためだったり、経営者としてとか職場のリーダーとしていろんな今立ち位置の人たちがたくさんいると思うんで、だからそういうその自分たち その自己検査っていうのをやっぱりしっかりやっていくべきなんじゃない。であとはその2つが町の活力とか元気なんじゃない。町が元気になったからとか、町に活力があるからその自分たちが幸せになったり自分たちの会社が良くなるわけじゃないよね。だから自分たちが豊かになって、自分の努力の中で会社を成長させていくから町が元気になるんだよね。町が良くなったからうちの会社良くなるわけじゃない。それはやっぱりみんなの努力だよね。だからそう考えるとやっぱ JC っていうのはそれだけいろんな人たちの出会いの中、価値観が違う方々、職業が違う方々で、だから違う人と出会った時ほどイラッとしていけないみたいな自分になって持ってないものをこの人は持ってるんだって思うことの方がすごい大事だし、だから JC で喧嘩するのあんまり意味のないことで、なんか自分と意見が違う人がいたら、なんかその人を尊敬するぐらいのを発見したぞみたいな、それぐらいなんかこういろんな人たちと会話をしたりした方がいいんじゃないかなというふうに。だから JC はね、こう好きとか嫌いとかでやるもんじゃないって僕はずっと言ってて、だから JC 好きだから嫌いだからって判断したら嫌いなことやらなくなるんです。でも JC は必要か必要じゃないかって考えた時に必要なことをやってる組織だったらやっぱり必要なんですよね、組織としてね。だからそのこれをやらなければならないっていうその引き継ぎじゃなくて、僕は今はこれをやるべきなんだっていうことを毎回やる前にしっかり調査をすべきなんじゃないの、やらなければならないこととやりたいことはまた別なんだっていう、だから今の世の中どういう状況で何をしなければならないのか、これを毎年繰り返していくことがすごい大事です、ここ去年またこれやらなきゃいけない、やらなきゃいけないことは何一つないです、過去からのものね、ありがとうございます。まあ、ちょっと運動の話でかなり盛り上がってしまっているんですがまあちょっと我々としましては組織改革についても少し話したいなというふうに思っております。じゃあパワーポイントお願いします。まあ、こちらが現在の地区委員会の地区委員会という人数と
というふうになっております。まあ、このように推移して、まあ、多いところでは新宿委員会、そして少ないところではまあ11名というような委員会があるという中でして、次お願いします。でこれがですね、まあ、ちょっと細かくなってしまっているんですが、まあ、出席状況なんですね。まあ、2020年度では委員会の出席率はまず 52% で、例会の出席率に関しては 33% と、本当に低い推移となっております。でそのような中でですね、まあ、改革してほしいことというのを伺っています。まあ、例えばここではですね、まあ、女性が家族、健康を維持しながらやるのはパワーがどうしてもいると。で考え方の土台自体が男性目線で物事を考えているので、仕方ないのかもしれないというような意見もありますし、次お願いします。まあ、この物理的な移動時間だったり、金銭的な余裕がないというふうなことで役職につけないメンバーがいるよと。で、まあ、サラリーマンが増えてきた、先ほども申しましたけど 22% がサラリーマンというような中で誰でも役職につけるようにしたいとか。で、もうこれも面白いですよね。もう少し健康に留意をした運営をしてほしいとですね。まあ、睡眠のゴールデンタイムが22時から2時というと、まあ、我々、まあ、理事会絶賛開催中の時間かなというふうにも思ってしまうんですが、次お願いします。まあ、この中で先ほども言ったように長時間会議、そして、まあ、上程フローのタイトさだったりとかですね、まあ、議案ばかり書かされていて、事業は本当に社会を変革できているのか疑問に感じるなどとですね、まあ、このような改革してほしいポイントというのがありました。で、まあ、そしてですね、まあ、ここに尽きるのかなというふうに私はいつも思ったんですが、まあ、いつできたルールか分かりませんがというようなこともあるようにですね、まあ、かなり JC っていうのはルールに縛られてしまっている部分があるのかなというふうに思います。まあ、そのせいで早く素早く PDCA を回せないというような形になってしまっているのかなというふうに思います。まあ、その中でですね、やはり、まあ、70周年おととしか迎えた東京青年会議所なんですが、まあ、これからの組織の在り方やですね、方向性についてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。そしてですね、ごめんなさい、一つ忘れました。まあ、改革してほしいことというところですね、まあ、一番来たのがやっぱり時代に即した組織運営ということが結果として分かりましたということですね。まあ、時代に即した組織っていうかなり難しいお題になってしまうんですが、まあ、昨年ですね、まあ、このコロナを契機にですね、日本青年会議所 もまあ変わらなければいけなかった、変わらされてしまったというか、変わらなければいけなかったことがあると思うんですが、まあ、この時代に即した組織、そして昨年私も副議長として出向させていただいた組織改革会議の中で、この点がかなり出たというふうに思うんですが、まあ、石田先輩の考えるこの時代に即した組織というのはどういう組織であるというふうに思いますか。ちょっとこう数字を見てほしいんですね。私のあの何でしたっけ、パワーポイントのデータでさっきのやつにこう一つ飛ばしてもらって、その次の次の次、その次、うん、これからいきますね。で、大きい数字を見てほしいんです。これ人口に対するその20代30代の人口なんですね。で、その20年間で人口って70万人近くしか減ってない。でもに、まあ、JC 世代20歳から39歳の人口っていうのは800万人減ってる。で次行ってもで企業の数なんですよ。これまあ1999年から、485万社あったんですね、企業で。2016年には359万社で、今2020年21年なんですけど、今だいたい310社ぐらいって言われてます。だから企業の数、中小小規模事業者の数っていうのはもう減ってきている。でその次ってもです。でこれ会員数とロムの数なんですよ。でもう30名以下のロムっていうのが全体の 48% です。うん、はい、次ってで、これ会員数なんですよ。ずっと2000年間ずっと減り続けてきてですね。で、女性会員ってのは2000年間ずっと増えてるんですよ。うん。
うん、これ変化を感じてほしいです。次いいですか。あ、これ戻ってもらっていいですか。これで考えるとですね、あの人は減っていくっていうのは致し方がないんですよ。だからどうやって組織を運営して運動を最大化していくかっていうことをみんなで議論してほしいんですよ。だから去年の組織改革っていうのはもちろん運営面の改革ももちろん必要だなって感じたし、さっきもずっとこの運動論とか掲げる政策の話もしてます。だ政策もやっぱもう一回今の政策って何をすべきなのかって考えてほしいです。で運動もどうやって広げていくのか、だ政策と運動と運営、この改革に今私は迫られてるんじゃないかなっていうのが根本的な考え方。これはやっぱ数字で判断していく。でもその2000年代3500万人いたその青年会議所に入ることが可能な人口が2021年には2700万人しかいないわけですよ。で企業も減ってるんですよ。そう考えた時に人を増やそうと思っても増えないんですよ。じゃあどうやってその青年会議所をこれから維持継続していくかというと、基本的には運動があるから組織があるね。で組織があるから運動をやってるわけじゃない。だからこれからの JC ってすごい大切なのは、私は5つの変化が大事だと思うので、その次のページを、他の青年組織と差別化をまず図っていくということと、運動を広めるために会員拡大をしなきゃいけないよ。組織を守るために会員拡大じゃないですよってことね。であらゆる分野の方々が参画できる組織環境を整えていくってことはすごい大事。あとはこれ運動パートナーシップをどうやって築いていくかってことですよ。だから要は例えば少子化の問題を解決しようとする事業をやるならば、トイザラスとかね、赤ちゃん本舗とかそういうところとこうやっていく、であとはその運動とか事業に対して社会課題を解決するのであれば、そこに興味を持つ企業っていうのは絶対いるんですよね。だそうした時にメンバー数が減っても財政基盤を確保するためにスポンサーを見つけてくるっていうのも一つの方法だ。だこういうふうにこう組織をよりその最適化して運動を高めていくためのところにみんな議論してほしいんですよ。ただ単にオンライン会議とかじゃなくてっていうことね。だからなんかもうもっとみんなでこうこれからの組織の在り方っていうのをどんどんこう現出して話をしてほしいなというふうに願ってます。なかなかできなかった部分もありますけど。ありがとうございます。この全体最適という部分ですけれども、これ実は私の初心の中にもあるんですよ。まあやはり個別最適、まあ一人一人の個別最適ばっかり狙っては全体最適には行き着かないというようなことになるというふうに思いますが、まあ、ただメンバー一人一人の声を全体最適だけを求めてもいけないのかなというふうにも思いますし、まあ、そのメンバーとですね、一番近くで、携わっている地区委員長のお二人からですね、まあ、どんなことが課題だったのかな、どんなことが課題であるのかなというふうに肌感覚でどう感じているのかなというふうに教えてもらえればなと思うんですけど、栃木委員長から。そうですね、まあ、課題というか、まあ特にうちの委員会、千代田区委員会は割と個が強いという、まあ、ジェシーみんな強いですけど、まあ、ありかし強いと言われていて、で、別にみんなジェシー大好きなんですけど、さっき戸口理事長も言ったように、まあ、例会に全員が出てくるかといえば、出てこないという時に、まあ、どこまでこう巻き込んでいくかとか、別に嫌なわけじゃないんですけど、出てこない人たちにどうやって機会を提供していくかっていうところはちょっといろいろ工夫をしたかなというところですかね。ちょっと質問していいですか。はい、どうぞ。まあこの組織改革するにあたって、まあ、先ほど戸口理事長が言ってたんですけど、まあなんか守るべきものと捨てるものみたいなのがあったと思うんですけど、で原点っていう話があったと思うんですけど、石田先輩の捨てたもの、組織改革において捨てたものってあったら、捨てるべきものは先入観だと思います。守るべきものはやっぱ伝統とか、創始の心だ。だからなぜっていう部分がすごい大事だったんだ。この組織がなぜできたのか、何をするためにできた組織なのか、で今の社会にはどんな課題があるのかっていう、
だから先入観を捨てろっていうのが捨てるものだと思う、うん、サック金子委員長いかがですか。そうですね、やっぱりこうあるべきだっていう風なところで、その運営に対しても今、うん、やっていないかっていうところはちょっともう一度ちゃんと考えないといけないなと思っていて、やっぱり決まっているルールっていうのが一定数 あるじゃないですか。その会議は7時からやりますとか、まあ、そういう風なこう従来からこう決められているものに対して、まあ、果たしてそれに対して、まあ、こうあるべきだから皆さんこうしてくださいっていう風な方向ではなくて、やっぱりこうメンバーがどう思っているのかっていうところはしっかりとやっぱりそのみんなで作り上げるこう委員会なので、そこをしっかりとこう考えていくっていうところがやっぱり必要かなというふうに思います。でさらにやっぱり委員会もやっぱり一つの組織なので、やっぱり新陳代謝が行われなければならないと思うんですね。でそこにはやっぱりそのいろんなメンバーが入ってきて、こう歴の長いメンバーがこうやるんだよっていうふうなあるべき論を掲げるっていうよりかは、やっぱり新陳代謝をどうもたらすか、新しいメンバーの多様性とかそこに柔軟性を持っていくっていうところもこうポイントとしてやっていかなければいけないのが課題だなっていうふうに今思いました、うん、はい、ありがとうございます。まあ、この組織についてはですね、実は組織改革会議というのが月1回行われまして、誰でも出れる会議ですので皆さんぜひ出てください。次回は来週かなにありますので、来週はですね LDVSCD ということでかなりマニアックな話題になってくるのですが、まあ、全員出ていただきたいなというふうに思います。そして本当に時間ももう限られてきてしまっている中でですね、ぜひ最後にお聞きしたいのが、我々2023年に全国大会を行います。その中で、まあ、直前回答としてどのようなことを東京青年会議所に期待しているのか、またどのような、まあ、全国大会を目指してほしいのかみたいなのがありましたら、ぜひお聞かせ願えればなと思います。全国大会って、まあ、参加してると、まあ、非常にフォーラムがあって式典があってっていう、まあ、そういうふうにざっくりね、なんか全国大会って見えるんだけど、でも全国大会っていうのは全国からですよ。47都道府県から約1万人が集まるっていう。でこの1万人をその東京に、まあ東京は1万人以上来ますよ。でもその20代30代のね、そのある程度その同じコミュニティの中の1万人が東京に4日間来るわけですよ。でこれこの地方から来る人たちを踏まえたその社会実験をね考えてほしいですよね。でここでデータを取って、あるいは都と一緒に絡んでやるとかね、うん、そういうことによってその東京の今の課題をもう解決できる可能性って非常にあると思うんですよね。だからそこまでの戦略を含めてやっぱりその1万人の地方からの人口が集めての社会実験っていうのは考えてほしいなっていうふうに思うのと、もう一つは地方と東京をつなぐ全国大会っていうのに期待したいなと思います、うん、でインフラも物流もそうなんですけど、みんな東京からは、あるいは東京、まあ、田舎の方からすると東京までは距離も近いんです、うん、逆にむしろね、山形と秋田の方が遠いっていう、うん、で中国地区なんかは羽田に集まった方が早いんじゃないかっていうぐらい東京には集中してる。で東京からもそれぞれには飛んでる。だけどこれから本当にそれでいいのかっていうのを東京大会でやっぱ、うん、私はなんかねこうやってほしいなっていう期待ね、うん、これは、うん、だから私はやっぱりじゃあこう循環、もっと地方循環のインフラ整備をして東京一極集中を是正するために地方に仕事を作るべきだとかね、うん、畜産の時はやっぱ思ってたし、うんうん、だからなんかそういうふうにこうなんかこうなんかこう自分東京っていうよりは日本全体のことを考えた中の東京大会をなんかこうみんなでアイデアを出し合いながら作り上げてほしいなって、うん、多分この今社会実験をということなんですけれども、うん、多分メンバーはですねそれがどういうことなのかなっていうのがちょっと分かりにくい、うんと思うんですが、例えば金沢会議とか、金沢会議なんかはですね、やっぱ国際都市金沢っていうのを一つの
まあ、テーマに掲げてきて、2015年にその新幹線が金沢まで開通すると。で、まあ、世界会議だったんで、だからまあ全国からアジア120カ国のうち90カ国以上だよね、90カ国以上の国から、3000人近くの人たちが金沢に来るわけですよ。そう、金沢のその町で国際化にとって不具合なところがないかっていうチェック機能みたいなものをやるわけですよ。でそれを全部取りまとめて、県に提出をして、金沢市に提出をして、で金沢市国際都市をそのこれから観光産業をこう潤わせていくために、そのデータをもとにその町の整備予算付けをするわけですよね。でその生の声ですよ、生のデータを金沢会議っていう一つの手法を使って主観をしてでやるわけですよ、ね、だから東京大会もそういう意味合いの中で、この大会でいろんなデータ取るぞっていう、そのデータをもとに街をこう変化させるぞっていうような大会、そういう実験をしてほしいんですよ、だってこれやろうと思ってできないよね。47都道府県から1万人集めて、でも何かこう仮説は必要ですよ、事前に、でこれをやるためにっていう、それをなんか持っててほしいなってやっぱ思う、じゃないともったいない、ただの全国大会お手伝いになっちゃう。そうですね、それだけはやめた方がいいです、もったいないです。まあ、我々としましてもその仮説をもとに、社会実験をしていくということを主軸に置く、やはり、全国大会にしなければ、まあ、本当にただのお手伝いと、全国大会の運営お手伝いということになってしまうというのが多分一番危惧される部分ですので、まあ、ぜひやっていきたいなというふうに思います。そしてちょっとまあちょっと時間かなりギリギリになってしまうんですが、石田直前回答に聞いてみたいことということで事前アンケートを取らさせていただきました。まあ、その点で何点、まあ、一問一答みたいな形でもいいですかね。大丈夫かな。そうですね、じゃあ1個ぐらいしますか。1個ぐらい話長くなっちゃってすいません。ちなみにどれが面白いですか。いやもう一応一個ぐらいで。そうですね、じゃあまあちょっと気になったのが入会時の志と回答になった時の志について、まあ、この変化ということだと思うんですけど、あ、うん、あ、本当にやらせではありません。やらせではありません。いいですか。いいですか。あの入会した時は、もう私が地元に帰った時には同級生がみんな東京とか仙台とか、なかなかその地元に帰ってきてなかったんで、やっぱ世代を超えたその同じ世代の友人が欲しくて、またあるいはそういうこう会社っていうものにこう携わる人間として同じ悩みを持った世代の人たちとただただ交流したくて入ったっていうのがその JC なんですよ。まあ特に田舎だと商工会に入るのか JC に入るのかみたいなんで、なんかこう踏み絵みたいにはなるんだけど、でもどっちかどっかには入らないと地元じゃなんかこう生きていけないっていう、そういう、こう空気感もあったんで、でもまあそんな中でもやっぱりそういうなんかこう友達が欲しくて入ったのが最初のきっかけです。でもその時からこうずっと出会った人たちに恵まれたんだと思うんですよ。なんかいろんなことを教えられました。怒られたこともあるし、殴られたこともあるし、で初めは酒造りから始まったし、でも自分が嫌だなと思うことは後輩にさせなかったし、だからそういうふうにその出会った人によってとかいろんな役職や機会をもらった中で、その何て言うんでしょう、こう全てなんかこう機会だと思って、それもなんか一つ楽しむ機会を楽しむんだと思ったらですね、いつの間にかこういろんなその機会をいただくような流れになったんじゃないかなというふうに思います。だから JC のっていうよりはなんかこう、今までこうその私は何をやってきたかっていうよりもどんな人と出会ったのかっていうことの方がすごい大切で、でそれからはやっぱ JC 卒業してもそれを大切にしていきたいなっていうふうに今では思って、はい、ありがとうございます。答えなくちゃすいません、はい、ありがとうございます。それではもう残り5分ということになりましたので、最後に、まあ東京青年会議所に期待すること
という部分で、うん、一言いただけたらなと思います。そうですね、やっぱり東京青年会議所っていうのはやっぱりこう日本で一番最初に設立した青年会議所であるっていうことはやっぱりなんかねかっこいい青年会議所でいてほしいなって、スマートであってほしいな。でどこのロムよりもミーハーで、ミーハーでっていうかこう詐欺かけててほしいなっていうんですよね。だから時代に対応している JC っていうよりは時代の先を行く JC であってほしいなというのがすごく東京青年会議所の皆さんには期待したいなというふうに思います。また全国大会も先ほども主観の話がありましたけども、あっと驚くような今までの先入観みたいなのを捨てて、あなんかこう違うなっていうあなんか今風とかそういうその軽いもんじゃなくて、あなんか青年がこれから集まってするにふさわしい大会にしてほしいなっていうふうに思ってます。うん、先駆けてほしいなっていう、はい、ありがとうございます。このまあ先駆けるということで、我々も認証番号1番という、まあ重い責任がある中で全国大会を主管するということになるというふうに思いますので、これからも一層、まあ、精進していきたいなというふうに思います。それではこれで本日の対談を締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。東京以外のロムの視点であったり一方からの視点、非常に面白かったと思いますし、青年会議所というのは、まあ、志のある団体であり、そういう志のある人たちがたくさん集まっている団体であり、魅力的な団体であるんだなというふうに改めて感じました。まあ、今回のこの話を受けて、まあ、様々なJC と関わる上でのヒントがあったのかなというふうに思いますので、ぜひ皆様これを機に様々なことを学んだことを活用していっていただければなというふうに思います。で参加いただきました皆様誠にありがとうございました。ぜひアンケートに、答えていただきたく存じます。チャット欄にですね、アドレスを載せさせていただきますので、まずそちらのアンケートを答えていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、アンケートを引き続きご記入いただきながらですね、次に進めさせていただきたいと思います。はい、閉会宣言、東京青年会議所会員拡充委員会副委員長河野洋平君お願いします。あ、山田洋平、失礼します、山田洋平君お願いいたします。はい、会員拡充委員会副委員長の山田洋平と申します。石田直前会と、徳地理事長、本日は貴重なお話どうもありがとうございました。あとご参加いただきました皆様もありがとうございます。本日の勉強会から、まあ、東京青年会議所とは何かを改めて学べ、 JC を通じて、まあ、社会を良くし、まあ、我々一人一人がですね、社会を良くし経済を良くする活動を行って、自分の身の回りの方々を、まあ、少しでも豊かになっていくような活動を、まあ、できたらいいなと、改めて感じることができるお話だったかなと思います。それでは、会員拡充委員会、主催石田直前会頭による JC 活用塾ゼロから学ぶ青年会議所東京と日本から見える JC を閉会いたします。皆様ありがとうございました。